この花キタンは、天野崎なりによる日本の漫画作品及びアニメ、コミックゆりひめスのボリューム9にて、この花定期ンとして、連載開始。その後、作者が月刊ドラゴンエイジで連載していて、アニメ化が控えていた、ゴシック、ゴシックマイナスとの兼ね合いと、家族の体調不良により、コミックゆりひめスボリューム14掲載分から救済。 道具をもって、ゆり姫めえスは廃刊となったが、月刊コミックバーズの2015年2月号より、この花期間と会題の上で連載が再開された。2018年8月より、月刊バーズの休刊により、電子バーズでの連載に移行。混同しやすいが、タイトルの漢字は、この花定期間は、木、この花期間は、木を用いる。800ビクに,に拾われ。 育てられたのギツネのユズは、社会勉強のために高級温泉旅館、この花亭の中居となる。ユズは、個性的な先輩仲会たちと日常を過ごす中で、彼女らの優しさに触れ、また、この花亭を訪れる、様々な神様が織りなす、まか不思議な出来事を体験していく。梅ボタン明日は、ゆずり葉一巻と新装版上、二巻と新装版。 下は収録されている話は、それぞれ同一だが、1、2巻にある、カバー下のおまけ漫画と、後書きは、真相版にはなく、真相版には1話ずつ描き下ろしが収録されている。2017年3月24日発売の、単行本語館の帯にて、この花期間のアニメ化が発表され、同年10月より12月まで、ATX 東京 MX、 関テレ BS11 にて放送された。原作の、この花定期炭と、この花期炭から話を、抜粋、主に原作に和文を、アニメの一和文として調整し、春夏秋冬の順番で並べ書いた構成となっている。2017年9月6日から9月30日まで、ニコニコチャンネルにて、メインキャスト6人が出演する特番、狐ね、娘たちのおもてなしが配信された。B、d DVD に再録。2017年10月9日から2018年4月27日まで、おっと泉にて、ウェブラジオ、ラジ、おこの花へようこそ、が配信された。2017年10月9日から2018年2月5日まで、毎週月曜更新。2018年2月9日から2018年4月27日まで、毎週金曜更新。パーソナリティは、 ゆず役の王の優子と、さつき役の畑沢子。この花亭期間に関するカテゴリー、ラジオ、この花亭ようこそに関するカテゴリー。ありがとうございます。